週刊名星は、集英社が発行した、週刊誌。1958年7月27日創刊。1991年12月26日週刊。特に芸能週刊誌として人気を集めた。女性週刊誌で見られる芸能ゴシップやスポーツ、映画、テレビ、社会問題、事件、皇室などの話題を掲載していた。現在も刊行されている。 明星明星とは別系列である。本郷安尾1956年の週刊新潮に始まって出版社系週刊誌の創刊が相次ぎ1952年に月刊誌明星を創刊した集英社では1957年12月に週刊明星の創刊準備室を発足させ明星を成功させた本郷安夫が編集長 社外から室伏哲郎、永田久光を招き、編集方針は、若い読者層を狙った、週刊新潮のジュニア版とした。創刊後の1958年7月27日号は、若者に一番人気のある作家ということで、三島幸男のエッセイ、不道徳教育講座の連載、及び連載小説に、獅子文録、石坂洋二郎、 柴田蓮三郎、松本清張の4人の人気作家、随筆に石川達三、金田昭一と長島茂雄の対談というラインナップとなった。また、特集記事のライターとして草柳大蔵と梶山俊幸を起用した。文芸春秋と並行してライターとしてスタートしたばかりの梶山は、11月9日号で軽食崩壊正案に関する記事。 また怖くなる警察官デートも邪魔する、軽食法。デスセンセーションを巻き起こして、芸能週刊誌のイメージを覆す。続いて、同年の交代史費決定のニュースを記者がつかみ、当時は、新聞社間で、区内庁の正式発表までは記事にしないという、報道協定があったが、11月16日号で、協定破りのスクープ掲載を準備する。 しかし締め切り前日に、東武教育係の小泉晋三から、記事の見合わせを依頼され、代わりに、梶山が、話題小説公大使の恋を一晩で書き上げて、掲載した。直後に、AP 通信が、正田道子の名前を発信、続いて、週刊実話も名前入りの記事を掲載。二日遅れで、週刊明星を9月24日号で、記事、 写真の充実した内容で掲載。これには大きな反響があり、60万部を発行して9割を売った。9月27日には、区内庁の発表が行われる。しかしこのスクープは、業界内では、抜け駆けと言われ、その後は、発行部数も低迷。その後草柳は、女性自身、梶山は、週刊、文春に移る。 1959年に週刊平凡が創刊されて部数で追い越されると1960年からは編集長も変わり芸能週刊誌に方針を変更するスターの結婚記事の多さで週刊結婚などとも呼ばれるが発行部数は伸びて昭和40年代には100万部を突破し週刊誌のトップとなった1977年でも 週刊プレイボーイに次ぐ65万部としている。ありがとうございます。